うんち、なになに私のスマホでスクリーンショッどうも、ピーチスと申します。本日は、おもしろ井戸端会議というサイトを見ていきます。で、これ一見普通そうなんですけれども、ツイッターとかで怖いと流れてきたので気になったんでね、ちょっと見てみようと思いました。いきます !3、2、1、はい、なにあ、うわ、なになにこのサイトでは、あ、なに 何スマホを縦に、スマホを縦にしてみろ何これ、え、待って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 。はい。はぁ、あ <laughs> はあ。はぁはぁはぁ。はぁ。はぁ。横の方が皆さんに見やすいかなと思ったんですが、サイト系はね。縦にしないといけないみたいです。すいません。はい。このサイトでは不可解な現象が、もうもうもう無理。もう怒ったよ、もう。心臓の弱い方は閲覧をお控えください。 サイトを閲覧して起きた問題に関して一切責任は追いかねますのであらかじめご了承ください追ってくれないって閉じるはい面白いドバ別に普通のなんかポップな見た目でまとめサイトみたいな感じでね閲覧注意人気実況者のアリサが失踪最後に投稿された動画を検証していたらやばい真実がやばそうこれこれあれじゃないこれ YouTube のなんかこのライブのキャプチャーじゃないですかこれ下に進んでいきましょうか 怖怖怖い怖い怖い、はい、読みます毎週12本の動画を配信していたアリサという女の子がいますアリサさん女の子はい1年くらい配信を続けていた彼女ですが今年の4月1日の投稿を最後に更新が止まっていることをご存知でしょうかすいませんちょっとあ人気実況者らしいんですがアリサさんという方は私存じ上げないですね更新が止まってしまっていると エイプリルフールかと最初は思われていましたが今もなお更新は止まっており合わせて過去の動画も削除されてしまっていることから何かあったのではと心配するコメントが「更新停止前に彼女が最後に投稿した動画はネタと思われてしまうくらい不思議なことが起きていました」<laughs> 確かに4月1日っって言ったらエイただその4月1日が終わってもまだまだ更新は止まってるんだ。 で、過去の動画も削除されちゃってる。やばいですね。筆者はたまたまその動画を録画していたので、この噂を聞いて、改めてこの動画を見直したところ、いくつか不可解な点が見られたので、ここで紹介します。この筆者さんは、そ最後の動画を、なんかキャプチャとかしてたんだ。珍しい。いるのかなそういう人。私の動画とかでキャプチャしてくれてる人いるのかな <noise> この方は撮ってたと。すごいですね。 アアリリササにについいててこの子がアリサじゃんタップしもも特に何もないですね、はあアリサはちょうど1年くらい前から動画投稿を始めていた女子大生です。女子大生のアリサちゃん。はい。そのほとんどが生配信でしたがな、なになんかプシって言った今。大丈夫大丈夫アイドルのようなルックスと人懐っこい性格が可愛らしく、多くの方が見ていたように思います。人気時期、さすがですね。見た目も良くて、性格もいい。 人気になるわけですよ。はい。今まで100本以上の動画が投稿されていましたが、今はこの通りすべて削除されてしまっています。これこれ押しても大丈夫 ?3、2、1、ポジおこの動画を再生できません。普通の YouTube か、これ。あ別になんてことはない。先に進んでいきましょうか。このように削除されちゃってるみたいですね。うん。 不可解な点が不可解な点何多くの噂の原因は最後に投稿された動画にありますいつものように会話を楽しみながらホラークジなるものに挑戦しているのですが途中から不可解なことがいくつか起きていますホラークジ何それいやうつくじみたいな元の映像は長いので問題の箇所を中心に編集した動画をご覧くださいああもう元の動画消えちゃってるしね多分面白井戸端会議の人が編集してくれたと なるほどちょっとちょっと見てみますはい何大丈夫あ何はいみなさんこんばんはこんばんはアリサですアリサちゃん今日はゲット今話題のホラーくというものを話題になってますかホラーくじちょっとビビってるんですけどビビっちゃってるなんかいろんな景品が当たるとのことで景品が当たるえみんな何が当たったら嬉しいんですか何が当たるんですかあ私やっぱお米とかあお米が一番嬉しいかもしれないお米いいですね見ましょうか 部屋着が当たるマジでお気に入りあ、の当たっちゃうどうしようか下も見せてっていうそういうよくないですよそうういセクハラコメントはあ結構レアなんじゃないですか下も当たっちゃうホラーくじで、てマジでこっちの方がセクハラしてんじゃねえかっていうねはい世界一ショートパンツが似合うそれ言い過ぎじゃないのちょっとねえ世界は広いですよ私の方が似合うかもしんないわそれ。 うんクローゼットクローゼット開いてるあ開いちゃってますねちょっと閉めてき前から開いてた危ない危ない行かないで危ないよ行っちゃダメだってなんで開いちゃってるんだろうえ行ったまあいいかって,っってなんで開いちゃってるんだろうって本当に本当にさっき閉まってなかったって聞いてますよいやいやコメントでた,たまたまね,た,ねた,たまたま開けてた なるほど。なに、このあと生配信中に不可解な現象が起こり始める。えー、もう怖いのやる前に怖くしないでなそうですよ。まだホラーくじ引く前じゃないですか。怖いの起こるわけない、<速>まだ。くじを引いていきたい,と思います。いわば日常ですよ。はい、引いてください。すいません、うるさくて。この下の方にある、これを押したら、くじ、うん、が引けると思います。下の方になにきたいと。 音声が覚えますって今も一緒に弾いてね行くよ覚えますって今一瞬声があってコメントも来てる声なに声うんテンション上がりすぎてちょっといつもよりトーン高かったかないや低くなったそれ、なんそれ高くなってないよホラークジを弾いた後アリサの身にも異変が怖いなうんき弾きますよはいはいなにあーあ、なに残念これ外れですねあ外れちゃったえ ラメ欲しかったなぁ、うん。何カメラの音がしたよ、今。なんか今。スクショしたのかな結果を。何も映ってない何も映ってないじえ、やばいやばいよ。やばいね。何も映ってないよ。映像が乱れてない <laughs> あっ作診 <laughs> 彼氏からじゃないのこれ。ありさちゃんの。何拒否った。あ映像が。 やばいやばい、なんか鳴ってる。なんか、なんか音聞こえてない聞こえてますね。何 <laughs> <に>えそして、何この、そしてっていう編集、<え>何それ。音聞こえてるよね。いや、もう聞こえてないっすよ。もう聞こえてないっすよ。何ね、カメラに。<laughs> あ、なんかやったな、今今、今やったな,な,ないおいやったな、今。え <laughs> 何 何クローゼット開いてる100%閉めたでしょだってクローゼット開いてるダメいっちゃダメだよダメだってうわいやもう立ちすくした立ちすくしてる絶対中にいるんだ何後ずさってる どうし…あ、なに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 ,なにえ,ええー、<laughs> 下に行きましょうかはいあ,あここからは一つ一つ不可解な点を詳しく紹介してい、したいと思います何これより下では音が鳴ります音量をオンにしてお楽しみくださいっておかしいでしょう。 おかしいでしょ。必要ないでしょ。もうえ続きを見るをタップすればいいのか？はい。何がそういうカチャとかいう演出普通いる。まとめサイトで何カチャって。検証1。スマホに何かが映ってたスマホに何かね映ってる映ってるって聞いてたのに何も映ってませんでしたよね。やばいものが映っていたとアリサは言いいスマホを見せていますが、こちらからは何も見えませんでした。そうですよね。 コメントでも何も写ってないよなどアリサが空回りしているように見えましたがこの辺りから配信画面にノイズが混じるようになりだんだん配信がおかしくなっていきますこの前からちょっと音声とかおかしかったけどねうん確かにこれは不気味でした、うん、疑問に感じてコメントをした視聴者も多かったのですが 配信をするアリサの背後にあるクローゼットの扉が勝手に開いています。確かに配信中、繰り返し扉が開いています。最初の方とかね。確かにそうだったんだ。このクローゼットは何だったのでしょうかクローゼットはクローゼットであって、それ以上でもそれ以下でもないと思いますが、中になんかいたのかなやばい。開いててね。うお検証さん。スマホから鳴る奇妙なノイズ音。うん。 配信の途中、電話がかかってきています。終話ボタンを押しているように見えますが、その直後、奇妙な音が聞こえます。<や>アリサには、ずっと聞こえていたようですが、この音を逆再生してみたところ、と、る、な、と言っているように聞こえました。とるななんか取っちゃったの決して聞き間違いではないはずです。なにあ、やだやだ いやだ、再生したくない <laughs>。行 <laughs> きます。3、2、1、ドンあ、なに確かに。確かに、取るなって。ただ、なんでこの面白い井戸端会議の管理人さんは逆再生しようと思ったんだ、これ。なんなんだろう、これ。撮るなだって。 何ちょ、ちょ、びっくりした。この間何この間。今まですって来てたじゃん。この、この感じで。この感じだったのに、これをもう。この距離感おかしいでしょ。考察。アリサはどうして急変してしまったのか。くじを引き、スクリーンショットを撮ったような音がして、その直後から態度が急変し始めているように見えました。確かに。 スクリーンショットがきっかけというのも変な話ですが先ほどの音声のこともあり何か撮ってしまったという可能性はないでしょうかあのカシャっていうのがヤバかったのうん先ほど撮るなと聞か聞こえたところでスクリーンショットしてみました何何何勝手にうなになに私のスマホでスクリーンショットま当然ですけど何も起きませんでしたって嘘、嘘じゃないっすかーえ待って待って待って何これ えやばいって。うーん。当然ですけど何も起きませんでしたって。嘘、大嘘だよ、それ。いろいろと考察してみました。はい。もう画像がバグってるよ。自負画像なのかなアリサのツイッターやインスタグラムもあれ以来更新が止まっています。アリサさんにツイッターとかインスタグラムもあるんだ。へえー、結局、アリサがどうなったのかわかりませんでしたか アリサが廃止をやめてしまって、ネット上ではその後どうなったのかということだけは事実で、何かあったのではというのは変わ、どういうことこれ。ネット上ではその後どうなったかということだけは事実で、何かあったのではというのは変わり、変わりませんって。もしかしてこれ筆者さんもバグってるえ、ちょっと待って、私がこの、なんかちょっと興奮しすぎて、意味がわかんなくなってんのかな ちょっと皆さん分かりますかねこれちょっと進んでいきましょうか時間もかけてあれなんでもう画像もバグってんじゃんこっちも今現在テレビなどでも報道されないのでただ配信をやめてしまっただけで普通に生活されている可能性もありますが見れば見るほど心配になってしまったので何かアリサのことを知っている方がいらっしゃいましたらコメントなどでお知らせいただけると嬉しいですあ普通に戻りましたね うん、確かに普通に生活されてる可能性もありますよね。はい。あああおつば <laughs> がたまる。もうこれ怖いわ。結局カップラーメンやお米が当たるホラークジというのも探してみたのですが、見つけることもできておらず、こちらについても情報をお待ちしております。なるほど。カップラーメンやお米が当たるホラークジっていうのがあって、それを見つけることができないって怖くないっすか 現実的な景品なだけにね動画へのコメント何何何何やめて新着のちょちょちょ取ったの取ってない取らされたに近いああ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 っああ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  ちょっと、陰夢中が湧いてんじゃん、ここにも。いや、完全に釣りだろう。再生数稼ぎ必死すぎ。全体的に部屋からやばい雰囲気が漂ってる気がする。かわいくて応援してたんで、とっても心配です。アリサちゃんのファンの方も見てる。なんか白い服着た人立ってないアリサさん以外でそれは。やばいね、それは。友達が原宿で彼氏と買い物しているとこ見たって言ってたよ。 カレピッピと買い物してるとこ見られちゃってるもう生きてんじゃんそれそんま彼氏いるのかよ押してたのにあ,あ推しもいたと残念だったなカレピッピいるわるありさちゃんはねありさ実は2人いる説気づいちゃったもうのこれあれじゃん気づいちゃったもう呪いは始まっているんだよね信じるか信じないかはあなた次第ですが動画見た方の中にも ただならぬ雰囲気を感じた方がいたようですうんなんかね白い服着た人立ってないとか危ないですね確かにまとめあ、なにもうほんといちいち画面バグんないで今回のアリサの更新停止過去失踪はまだ続いていますホラーくじスマホに映り込んだ何か勝手に開くクローゼットスマホからなる奇妙なノイズ全体的に怪しいことばかりですが個人的には ドッキリ企画なんじゃないかなと思ってます。ちょうど動画がアップされたのはエイプリルフールですし、波紋を呼ぶという点では成功でしたね。ただ、基本的に他の実況者さんはすぐネタバラシ動画をアップしているので、4月1日以降動画がアップされていないのは心配です。この点で怪しいですよね。で過去動画も消えちゃってるっていうのも。ねえ、本当に。ねえ、なぁサダーレンイーさんが、 00524.jpeg を送信しようとしています。拒否。あ、じゃ、撮ってません撮ってませんややややややや画像怖い画像怖いは、はあはあ、ほう、ふう。<laughs> ネタなのかもしかしたら、本当にやばいことが起きているのか 冗談ではないことに巻き込まれていないことを願っています。我々では何もできないので、アリサの無事を祈りましょう。祈,り祈ることしかできませんね。また、彼女のはじけるような笑顔が見れることを楽しみにしています。ついきこの記事を書いて撮ってますちょっと連れてかないで取ってないんですから取ってないんですから取らされたんですからうん。この記事を書いたところ。 この配信をリアルタイムで見ていた方でも連絡が取れなくなった方がいるという情報をいただきました呪われてるんだこの配信がもう明確にこのサイトも呪われてると思うもうこの以上見るとやばいんじゃないのこれ正直信じられないのですがやはり何かが起きているのではないかと思いまして情報をいただき次第まとめていきたいと思っていますおおまだこのサイト続けていくつもりなんだもうおかしいよ 文字化けしてるよ。いな、こう。もういいわ。なにあ、なになになにえ ?YouTube? えいいのあー、なになに動画を再生できませんって。やばいってこれ。あれってリングだこれ。リングのサナコちゃん。あ、なにもう。撮るな。なになになにそ。なにアリサちゃん 何,何の映像これ何を見せられてる私は一体何を見せられているさっきの画像じゃん大丈夫ダメだねああ何何ええ何映ってるスマホの画面にあーアリサスあありさああ何映ってるよね映ってるよねああ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 あ 外にもうなんかいるよ。何来るだよえああそういう系か。そういう系のサイトだったが。ああこのページをシェアする。このページをシェアした瞬間、フォロワーにブロックされることを覚悟しないといけませんね。最後まで体験してくれてありがとう。アリサが実況しようとしたホラーくじを弾いてみよう。元気そうじゃねえかよ ということで、いかがでしたでしょうか面白井戸端会議。最後まで見てみたらね、あの、映画サダコのプロモーションだったということなんですが、サダコといえば、ビデオテープのイメージがあったんですけれどもね、進化してるんですね。私も進化しないとねということで、次回もまた <laughs>、よろしくお願い申し上げます。おい、てめえら。チャンネル登録を忘れないよ。ほう